俺ちょっと来週からアメリカなんだよねって言ってみたいですよねどうも People Get Ready の田尻です、えー、今日はですねお客様からコメント欄にいただいた質問にお答えしていこうと思います、えー、なんで古着の仕入れが国内仕入れだけなんですかっていう質問がありました でこちらの質問がですね実はこコメントをされて多分ねもしかしたらその方が消されちゃったのかもしれないんですけど現在もコメント欄に上がってきてないんですよでもしかしたらね質問の仕方とかを気にされて消されちゃったのかもしれないんですけど個人的には全然ね聞いていただいていい内容だったのであのそれについてお返事をさせていただこうと思います。えー、なぜ、えー、自分が 日本国内での仕入れをね、メインに今やっているかと言いますと、ズバリ答えは、お商売の規模の問題です。スケールですね。お商売のスケール。まず、海外に古着の買い付けを行くのに、どれぐらいの費用、経費がかかるのかをちょっとね、考えてみたいと思います。で、まあ、買い付けに行くっていうのは、アメリカだったり、ヨーロッパだったり、最近ではね、アジアに買い付けに行くことも多いと思うんですけど、 自分がメインのね商材として使わせてもらっているアメリカ古着で考えた場合アメリカにじゃあねまず買い付けに行きますという時にどれぐらいのの費用がかかるのかるを考えてみます自分がアメリカに行って帰ってくるお金もちろん飛行機代ですねそのチケット代でまあ今いろんなね安い格安あると思うんですけど、まあ、平均してね安くしても15万円から20万円ぐらいかかると思います。 特に今、えー、石油価格の高騰だったりあの円安だったりも重なってくるとどんどん、ね、その金額は膨らむんじゃなないいかなと思いますそして次に10日間アメリカに滞在して買い付けをするとしてその期間のホテル宿泊費ですねまあ飲食費も含めて例えば1日1万円以内に、ね、ホテル代飲食費を抑えるよってしたとしても10万円はかかると思います。で さらに今度は買い付けをした荷物を、スーツケース一つ二つ持って帰ってきても商売にならないですよね。こんなの多分もう1ヶ月持たない、もうすぐ売れちゃう量だと思うんで、実際は大きい段ボール、パッキンに詰め、パッキン詰めして、日本に船便で送ることになると思います。で、その船便で送る場合にしても、もちろんそこも規模があの関係してくるんですけど、 まあ、10箱20箱、ね、30箱なのかで変わりますけど、まあ、少なくとも15万円とか20万円もう大きくなってくると30万円50万円っていう船便の輸送費がかかってきますそして買い付けをしているその10日間ね例えば行き帰り含めて2週間近くの間日本の,この店舗のテナント費、まあ、家賃ですね が要はお店をお休みにしなきゃいけないわけですからそのまるまるね例えば15万円の家賃でそのテナントを借りてる場合でも、ね、東京とかもっと高いと思いますけど例えば地方で15万円のねテナント物件を借りてる場合でも要はもう月の半分はもうその無駄なお金ですよね7万5千円ぐらいは要はもう何にもないのに家賃だけ出ていっちゃいますよねしかも その期間の売り上げは0円ですよ。もちろんながら。だからテナントの家賃は発生してるのに、売り上げはゼロっていう状態が発生してしまいます、えー。今ね、お伝えした数字をちょっと平均的なところでね、出していきますと、まずチケット代が18万円。そして、ホテル、食費代合わせてもまあ10万円。で、えー、商品の輸送費が25万円。 そして日本での、えー、支払わなきゃいけない家賃が7万5千円ここまでで約60万円ですね約60万円の金額が、えー、経費としてかかります、まあ、今お伝えしたこの60万円という経費に加えて当然なんですけど商品の仕入れをしないといけませんでこの商品の仕入れもお店の規模によりますけど まあせっかくねアメリカに10日間行って買い付けをするわけで経費も60万円かかってるわけですからそこで50万円買って帰ってももう本当意味のないことですよねだからそこでも最低でも200万円とか300万円規模によっては500万円近い仕入れをしないとその60万円の経費がこうペイできないですよねそもそもの話なんですけどだからアメリカに買い付けに行くってことは 60万円の経費プラス仕入れ代の300万円なりが必要になってくるわけですよ。だから1回の買い付けで今ね適当に言ってますけど360万円ぐらいがまず手元の資金として絶対に必要になってくるわけです。で、ここまでね話を聞いてもらっておいおいそれも現実的に無理だろってね多分感じてもらえると思うんですよ。 あのもうここ結論はもう出ちゃってますけどだから自分は海外に買い付けに行ってないんですけどじゃあなんで皆さん海外に買い付けに行くのかというと例えばオーナーさんが2店舗とか3店舗ぐらいの古着屋さんを経営してて自分が買い付けてきた商品をその店舗さんにねどんどん振り分けて販売をしているような少し規模の大きい形態を お持ちのオーナーさんたちはその60万円からねもっとかかってくると思うんですけどその経費をペイできるわけですよ分散していくわけですからね逆に自分みたいな1店舗でお商売を回させてもらってる自分からするとその60万円の経費っていうのはあのペイできないわけですよねそもそも無駄が多いわけですよ、えー、自分が日頃、えー、日本国内で買い付けさせていただいてる経費をねちょっとここに なんかもう出す恥ずかしいぐらいですけど <laughs>、えー、例えば熊本地方熊本から東京大阪に買い付けに行ったとして、まあ、チケット代が3万円から4万円で取ることができます。えー、と自分なんかはもう往復プラスホテル込みでも3万5000円とか4万円ぐらいのプランでいつも行ってますね。で 買い付けした商品を熊本まで送っていただくんですけど、熊あの日本での、ね、買い付けさせてもらっている卸会社さんから店舗に送ってもらうんですけど、まあ、その経費は、ね、無料なところも結構ありますし、まあ、かかっても2000円前後、もう500円でいいですよとか、まあ、1000円から2000円、まあ、かかっても3000円ぐらいじゃないですかね。もうさっきのアメリカから 商品を送る時の30万円とかから比べるともう恥ずかしいぐらい安いですよね <laughs>。しかもですね。まあ、当たり前のことですけど、熊本から東京行って帰ってくるだけですから、一泊二日で戻ってきてもう次の日からはまた通常通りお店を営業することができるわけですよ。だから、先ほど言ったみたいに2週間お店を閉める必要もないですし、そこの無駄な経費はかからないわけですね。じゃあ、ここまで行って、じゃあ、日本国内で <laughs>、 買い付けしたらいいじゃんっていう思う人も多くいらっしゃると思います。ただね、海外での買い付けっていうののメリットっていうのはもちろんあると思います。で、それはシンプルに言って、ビンテージなどの高額商品に限って自分は行く必要、行くメリットがあると思います。 例えば一番最初話の途中で出たスーツケース2個じゃお商売になりませんよねって言ったんですけどそれは自分が商材として扱っているようなレギュラー古着の場合の話であって例えばそのスーツケースの中身がヴィンテージですよね1本200万円する1本まあね50万円から100万円300万円するようなヴィンテージウェアが 入っている場合だったら、そのケースの中できちんと形として大きい数字の売り上げが作れるわけですよね。ヴィンテージメーヤをどうやって買い付けるのかといえば、もう昔からずっとされている古着屋さんたちが繋がっているような、ヴィンテージのディーラーさんとかコレクターさんたちからの、まあ、太い繋がりをお持ちの古着屋さんのオーナーさんたちが、そういったところから買わせてもらって日本に持って帰ってくることができると思います。あとは、 アメリカの現状を自分の目で見れるっていうのはとても大きいと思います。例えばね、今、ヴィンテージなんか全然向こうに行ってもないよとか、例えばリーバイスの501なんてアメリカ製のものなんて、ね、昔はこの金額で買えたのに今もうこんなにするんだよみたいなのを、よくね、国内に行ってもそういった声って耳にするんですけど、実際にじゃあ自分が行って向こうのね、ラグとかスリフトショップとか、 そのローズボールとかのねフリーマーケットとかを覗いた時に本当にその値段なのかなとか本当にないのかなっていうのも実体験で感じるっていうのはとてもいいことだと思うんですよ。それぐららいいあ向こうに行ったらななんだなとかあなんだなんまだだまこの値段で買えるじゃんとかねあともう一つはやっぱりねこれもないわけじゃないんですけどやっぱりアメリカって広いもうね日本とはもう規模の 違いすぎる、日本とはね、スケールが違いすぎる規模の国ですので、人口にしても、ね、その回ってる商材にしても、違い、規模が違いすぎますので、やっぱりね、どこかに、うわーっていうような宝物があるっていうのは、皆さんおっしゃいますね。だから、自分で足で稼いだときに、うわーこれめちゃくちゃ安く買えたらッキーっていうのがあるっていうのも事実だと思います。だから、じゃあ、そのね、まあ、ホームランじゃないんですけど、そのね、めったに出ないホームランを目指して、 アメリカに行くっていうのは経費を考えた上でも成立させられるのかっていうのはちょっと難しい。えー、ちょっとリスキーなところもあると思います。例えば行って何にもない時も絶対あると思うんですよ。なんかいいのがあった時もあれば、うわ、今回収穫やばい。全然収穫ないなっていう時もあると思います。でも経費は絶対かかっちゃうわけですよ。60万円近くのね。 だそれが計算自分のお商売をちゃんと計算した時に大丈夫なのっていうところは常に頭に入れておく必要があるんじゃないかなと思いますね。今のね全体の話で言いたいことの一つなんですけど例えば古着屋を目指してるあの古着屋をやりたいという方がうわぁ海外に買い付けに行くっていうのはそんなにハードルが高いことなんだじゃあもうダメだ無理だってなるのはもったいないと思うんですよだったら日本の国内での仕入れさんからね あの古着の卸さんから上手に自分のまずスタートできる規模で仕入れを行ってまずやってみるっていうのはすごくいいことだと思うんですよね。そこで力をつけて 自分のねお商売の希望を少しずつ大きくしていってその中で海外に買い付けに行く体力をつけるっていうのもとてもいい方法だと思います自分自身もそういうつもりで動いてます今は日本国内での仕入れをメインとしてさせていただいてるんですけどもう少しスケールを大きくした時にさっき言った自分の目で確かめに行きたいとか自分の足で何かいいものを見つけに行きたいっていう思いももちろんありますので今後やりたいことの一つとしてはね目標にしています えー、はい、えー、少しね長くなってしまいましたけど最初の質問の何でね古着は日本国内の仕入れだけなんですかっていうものの質問は、えー、お商売の規模、えー、実際にそこにかかってくる経費を考えた上で日本で仕入れた方が経費が軽くなって自分の、えー、今回しているお商売にとってプラスが大きいからっていうのが理由ですね。まあ、本当 アメリカに買い付けに行くっていうのはね、古着屋さんにとってもものすごい、まあパフォーマンス的なところもあると思うんですよ。やっぱかっこいいじゃないですか。俺ちょっと来週からアメリカなんだよねって <laughs> 言ってみたいですよね。早く言いたいですよ、そうね。ちょっとごめんなさい、俺明日からアメリカなんですよって言いたいですよ。で、ただそこはまだまだ焦る必要はないですし、現状こういったコロナの影響で海外への渡航っていうのが少し今ハードルが高くなってる状況ですので、まだ焦らないで行こうかなと今思ってます。 少しね先の話になってくると思うんですけどあの海外買い付けの様子っていうのもねこうやって YouTube で発信できたらものすごく見ている方にとってはねワクワクしてもらえると思うのでもうそれもね必ず実際あのこれはもう目標っていうかね絶対にやりますので、えー、楽しみにしていてください、えー、今日は以上になります今日もご視聴いただきありがとうございました